今の最初の言葉それこれ完全にこの流れだったらなんか埋められてるみたいな感じになってるけど、はい、どうも、ガイサクちゃんでオグネです。ガイアです。ガイア2です。X2 の人とドロブの人がいますが、何ヶ月ぶりかのヘビアレでございます。はい、皆さんお久しぶりでございます。約3ヶ月半から4ヶ月ぶりぐらいのヘビアレ、久しぶりの、ゲーセンでしたね。はい、なんて長いことあったな。なんだかんだね、ちょいちょいは言ってたんだけど、今までみたいに毎週じゃあ土曜日お疲れみたいなのはなくなってたから、はい、時勢がね、時勢もそうだし巻き読んでっちゃったし、まあ、気温の方が住みよい環境だし、そう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 特に我々は、まあ、心身の健康のためになる、まあ、楽なのは確かに楽、うん、お金かかんないし財布が軽くならないと本当に大事。実際この3ヶ月間ぐらい生活が楽で楽で金が減らないの。ああそういうことね。まあ、確かにそれは感じるけど、意外とマックスはなるってさばけるもんなんだよ。ああの距離があれば全然やれる。もうなんか劣化ごとだけど、あれはやっぱ渋いんじゃねえかなっていうイメージがあるもん。いやなんだろう、その なんだろう、なんて言ったらいいんだろうな、そのファイヤーを当てに来るまでの、うん、そのなんだアクセス方法というか、はいはいはい、あれが貧弱だから。ああなるほどね。そうで、なんだっけ、なんか幕の内状態ですり抜けみたいなあるじゃん、はいはいはい、あれに関しても弾を置いとけばすり抜けられるやろって思ってると、ヘビアンの弾が弾速遅いからそう、ね、そう遅いせいで当たってないって勘違いするんだけど、後から来るやつでちょっとずつずれてるから、それでなんかあれだっけ、左つま先にあるらしい判定に一発でも当たればもう膝つきよろけだから。いや恐ろしい。だからマックスターはよほど本当ゼロ距離インファイトの距離でない限りは全然大丈夫、まあ、あとこっちが弾切れとかしてない限り、さあ来たそうとか言って調子乗ってるとまあ食らうんだけどダメやダメじゃん。いやここね、普通にごまかしきれないみたいな。そうあそこね、キャンセルはちょっとあまりにも早すぎて攻め系。そうで荻野が落としてくれたからマックスター詰められなくなっちゃってそうね。でもうこの辺ですごい無責任なことを荻野に言って、それお前覚醒ないけど大丈夫、まあ落ちたらそれでまあしょうがないっしょ行ってこい行ってこいっつって、うーん分かった行ってくるっつって言ってるヘビは気楽だけど、答えてるアレクサ泣いてるから。そう大丈夫だ、だからもう日常だから、うんうん、むしろそれできないとこいつの横できんからね。登録者がもうどういったのかこれなんで、うん、だから荻野さんは一生苦しみ続けるじゃないいやそれ友達に俺が苦しめてるみたいな。違う、まあ違ってないけど、ガンチャンネルパワーバランスってやっぱそういうことだ。まあ、はい、基本もう配信裏では普通に殴られてるんでドメスティックバイオルス、ガンサクチャンネルのチームです。もう常にもう負けたりするとすぐもう足蹴ってきたりする。次のエリアまたありもしない風評被害が生まれるよこれ皆さん今のでシュベルトさん信者がもしいるんだとしたら目を覚ましてください。何がひどいってシュベルトさんが言ってるんだよ、ね、本人が言っちゃうんだよなって本人が目を覚ませってどういうことだよ。大泉洋もびっくりだよ。ね、私に夢を見てる人はね、そろそろ現実を見た方がいい。いやお前が言うと重いんだよ。私はね、皆さんが思ってるようなね、聖人君子のヘビアプレイヤーではないので。いや、なんかね、怖いよね。死刑宣告をしてくる医者みたいな残酷さがある。どういうこと。いやほら、もう余命何ヶ月か淡々と言ってくる医者みたいな恐怖がある。なんかこう事務的な夢はないですあーでも確かになんだろう、まあ誤解されがちだけど、俺ヘビアンのネガキャンって一切しないんだけど、しない、ね、ネガキャンはしないけど事実は黙々と言うからそれがネガキャンって捉えられても、まあ俺しょうがねえなと思ってるから、そこは怖いとこだよね。いや怖くはないかな。いや俺もだね、趣味と長年付き合ってるけど、そういうその、まあ、淡白なとこというかさ、うん、もうスパッといっちゃうとこがほんとたまに怖い瞬間あるんでこの子は一体何を考えてそれを言ってるのかと、わかんない、未だにわからない私で、なんかすげえ無様な学生探しますけど、ね、取れんてあのさ、いや横とこは取れんてはい、はい、取れる逆にドルブで弾負けはいつか当たるで。何クズな騒ぎ。なんか今日厳しくない？いやいや厳しくないっていうか、ほら荻野さん、ほら言うてほらドルフタルックスなんてね、同じコストが同じなだけでやってること対局だから。まあね。あちなみにここ対局か。シュベに先にあれあエクシア落としたいって言われて、了解っつって仕事してる感じ。そうそう。リペアにしたくなかったから。
ラジコン、ラジコン。ラジコン、ラジコン、ラジコン。シュベさんの言うと。ああ。まあそうだと思うよ。うん、あの俺あのシュベに召喚されたサーヴァントだから。はいはい。やれって言われたらやるだけ、うん、レジュ1万個ぐらいあるからねもう BC でもうさ奴隷じゃん体中全部 BC についてるよそれ。いやアニマイのあれだ体中レジュだからああなるほどねマックブロスが出ておいてさ半蔵さんじゃんレジュ使うために真の姿が現れる怖すぎいやもう行けって言われるたびにレイジが1個ずつ消えてるからいつか解放される日が来るかもしれない。いや喋るたびに1部ずつ増えてるよまだ。はい、姉妹かに姉妹で口から雷光球出してくださいよくないアリスそれ本当に口から雷光球ネタはダメだって身内ネタだからほぼそれそうねそうねいや口から超出る日も近いよボッボッそうそうそうじゃあ次回作のメインチャージそれするボッカラカラカラボッカラカラカラほらあのなんだっけ2号番神のさバズーカ打った手に投げるみたいなさーパージした後にそうなっていってパシッツカラパシッ10回ぐらいだったら2度超は切れないでしょあの脱いだ時の破片のダメージと同じだから10ダメージくらい安すぎるだよせめて強要力ぐらいつけてあげるいやだからそれで射撃ガード付きの強要力当たったらドアンじゃんドアンのサブじゃんドアンやんこれ、なんかカラソンさんに何か言われそういや、絶対お気持ち証明を食らうと思ういや、食らうと思うけどアレックスの方が性能いいですよねとか言われそうオギノさん、ついにやらかしましたねそれでオギノのせいになるのなかなかすいませんドアンザクなんです、この度は武装パクられてしまいました、ね、絶対怒られるやつだよ絶対怒られるよ、それね、試合全く見てない全く見てないけどいつも通りで登録者のニーズはこれだ、まあ、言うてほらあこれだ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 これ後で荻野してを見ればいいんだけど本当何してんのと思ったの大惨事大惨事がね本当大惨事起きたドメスティックバイオレス大丈夫あの後ろかグループしてない限り俺に DV は通じる味方にそう味方にあれし始めたら本当に終わってると思うそれは終わってるあここねうまいのよ建物越しにぶら下げてきて全然見えねえまあでも早く落ちてほしいそうで行ったよっつってあ落ちてないねーってでここでさっきあの足側に怒られたそうあの渋谷さんにも言ったんだけどここで死んであげる優しさが渋谷さんに必要なんだよ絶対に俺だからもうそれ3年ずっと言ってんのよ、うん、でも渋谷さんはそんなの知らんって言って切られたいや格付け終わったよなるほどな格付け終わったっていうかずっとこうだから食物連鎖だよ変わらん変わらんあでもね当たる読みでやったらね全然当たんねえ、はい、で自分に当たんいやちょっと難度浅かったねそう浅かったちょっとねこれちょっと垂直拳だった垂直拳あの垂直拳外れたりがねやめます私垂直拳の履修生なんですけど難度落としめるよくないよ人間砲弾と一緒よそれもうこことりあえず俺前に行ってるけどもう俺ここ今の軽くメンタルプレイクしてるからなんか打ってる球がね当たるっていうこのねすげえもやっとする勝ち方いや一番返すのはゼータよいやもうそれは思う、うん、まあしょうがないなヘビアットドルバねあの打った球は後のこと責任持てないそう責任持たないからいやだって今ゼータ君今プロフェッショナルの劇であれ出てるからねデーンデーンさあじゃあさっきの事故のシーンをね事故のシーンをねちょっとね衝撃の DV の瞬間で、はい、水曜日にスペシャルでやってるやつ夏休みか冬休み再放送するやつああ本当にあったら怖い話を1個前ぐらいにやるあピンポイントすぎるんだよネタがおお若いああごまかしきれない壊せなかった、ね、性能差だねさすがに無理があるね。いやー、でこれね、まだ、あここね、あの第一の誤射っていうことで、ちょっと伏線なんですけどね。いや、そんな気楽に第三の化けろみたいな。第一の誤射資格などないって言って味方の蝶をぶち壊す。確かに 100% とか100点満点だけどね。でも、確かに今日誤射多かった。まあ、お互い久々だったからってのもあるけど。いやー、ね、いや違うのよ。もうね、相方ほんと考えてらんないのよ。あのね、あの久しぶりすぎてね、脳のリソース割けない。ああ、自分のことで手一杯。でも、
相方の誤射とリソースの問題違くない？相方の誤射でしょ。だからお前の位置取りを把握できてないの。あ、なるほどね。そう、だから俺はもう自分のこのミサイルをまく相手に当てるっていうことを考えてるわけ。だからもうあのそれに関しては荻野さん避けてとしか言えない。すごいよね、陸続きで一発で論破されて何も言えなくなってる。すごいよね、うん、あれだよね、言われたら、あ、ね、あめっちゃ痛え。150ぐらい減りましたね。虐待の真実で誤射指導、誤射指導で出ていいダメージじゃないです。そうだから諦めて俺絶対前出ねえってからの覚醒。だから嘘つくのやめなさいな、あんた。これ全部確か伏せがられるよね、あなたこれ。いやね、すごい感情に乗っ取ったプレイだよね。やりようもうちょっとあったでしょよ。あんなピンポイントでガードすると思って。するよ。でしかも落ちないしね、これ。はーい、からの私は行きたい。許されて、ね、あの気合の鉢巻き。いや、それは無理だってつって、それは無理だって。やばいって、やばいってつって。物事には限度があるっていうのってさ、戻りがなければな、戻り踏めなかったらな、ここで私の再び水長剣がそこね、行っちゃう、そこね、全然関係ねえとこバラしてそう、まあ、でもね、奥からさ、6連発弾がボボボボボボってあれだけかっこいい。見栄えはいい、見栄えはとてもいい。とても試合をやってる逃げのセリフじゃないんだ花火を見てるノリなんだよ。でも実際俺この時やれしめっつってたから、そうよ、はい、あの大体あの荻野さんとやる時はもう魔球の家庭版で決まったけど、なんと水長剣打つ時は荻野さんの了解を得るということでちなみに今日は院長さんもあの似たような理由で院長さん打っていいって言った結果、まあちょっと悲惨な事になってしまったんですけど、ね、まあ僕だけ巻き込まれて耐久が6しか残らないよっていう大体結果的にはエヴァンゲリオン新劇場版のアリなんで、行きなさい新宿っつって世界が滅ぶんだよね。滅ぶね、滅びたね。次の試合で、もう二度と覚醒技を打たないでって。そう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 。僕は勝つのに覚醒技使っただけなのに。そう。で、俺が新次君と違うのは聞く耳持たないっていう。最悪だよ、ね。最低だよ。帰り見て、少しでいい。ちょっとだけでいいから帰り見て。だからそれはもうなんで2週間前ぐらいの巻き音固定でこいつのチョボも全て破壊した時には全て崩壊してる。ね、違うんだよね、この世界の新次君怒り言動なんだよね誰も逆らわないからさ、強いんだもん、はい、パワーバフスが司令が新次君にやらせろ、はいはいで当たってもここひたすらね、あのフラマーダブゼにデセルってかリョナを当ててループに行きたいんだけど、よくよく考えるとスパーマだからリョナすり抜けるわっていうのに途中で気づいたもっと早く気づいていれば。いや、気づくまで何のリョナさんが死ぬかなんで、ウォーリーを探す。いや、だってもう5回ぐらい死んでいく。いや、ひどいひどい、ゴスゴス削られてるけど。いや、でも2530の交換だから、あ、まあまあね、全然大丈夫。この音ね、あのね、分かってたのにあの機動力が弱い。あーあーとても辛い、とても辛い。まあね、あの荻野さんもちょっとダイバーエースをちょっとぶち殺してるっていうとんでもないアレックスダイバーエースはアレックス有利だから、この時代の調査も強えな、負け物にもくんねえかな。いや、それわかる。ダイバーエースななんだかんだで対面しねえからよくわかんねえんだよな、正直です。あ、だいぶ強くなって、強くはなってるけど、あのまあシリーズ恒例になりつつある、君修正いるっていうなんだろう、人気もあるはずなんだけど誰も使わないからさ、忘れられなかったよね。まあ、まあ、そこに対して俺とシベで ある結論が一個出たんだけど、リックンがいい子すぎる。そう、あの癖がねえ、そう、毒がないんだよね。そう、ものすごくいい子すぎる。そう、まあ、ホビーアニメとしてはまあ正しいっちゃ正しいんだけど、アニメーションの主人公に対する評価きついよね、毒がないいや、だって、いやだってガンダムだよ、うん、仮にも。いや、そこで富の実求めちゃいかないビルファイター。いや、まあ、確かにそうなんだけどいや、だその結果はリライズもあるでしょ、うん、はいはい一応バランスは取れてる。いや、でも私は急にリュックンが片島って発狂するんだあ、これ事故です、はい、これ事故さらすと言うね一言でこのダイバーエースの命はね、評価されたんですよ。事故です、事故です、事件ですか、事故ですか、事故です。いや、これはすぐ遠回しに言うんだったら1号コスというやつで、あの3000と2号コスの時計を取り続けた、あの荻野さんの功績って言っても過言ではない。功績っていうかさ、罪をなすりつけたみたいな感じになってなかった。いや、サーバントなすりから同罪だよこれが聖杯戦争の結果なんだ。あ、ほら、タクでしょそうだよ、お前一人で勝てないから二人で勝つゲームでしょ。いや、ガシンゴみんなで当たれば怖くらいやめろみんなで当たれば怖くらいやめろつまりそういうことだよ、同罪
共犯。おぎのね、このメンツでお前もう無理だよ。うん、勝てないよ、お前。そうだね、無理かな。ちょっとね、足掛け一人だったらなんとかなるんだけどね、ちょっと、兄貴が強すぎる。待って、なっちゃんが私を舐めないで。舐めないでおるって。まあでもほら、ね、チラチラ見るんじゃないよ。やっちゃってるしさ。まあまあ、やっちゃってるから。ライバーエースは割と本当に、楽っていうかやれるのよ。まああれだよね、強いけどなんか無理っていうあれではない。そう、判定的に取られるのが結局あのメインチャージのあれ、メインチャージ格闘か、うん、なんだけど、はいはいはい、ここに使い込み出てるよな。純粋にうまい。メインチャージを挟まなきゃいけない関係上、うん、そのチョバムで叩ける。はいはいはい。であのなんかトランザムとかの速くなるやつは追えないけど、まあ終わったら追うよっていうだけ。うん、感覚からのご意見ありがとうございます。はい、今割と的確。いや的確。ちょっとした解説なんだけど、問題は相手は2号でこっちは1号ってことだ。そう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 。そうそうそう。結局はあの赤信号をぶち壊して進んでることは変わりはないんです。ヤクザ。矢の人。チョバムヤクザ。筋文であることは変わりはないんです。すごい言われよね今日。おやさんここあれだね、脱がなかったのあれ。あれ脱げないんだっけ。いや脱げるけど結局なんかおばひだったから。そう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 。あれで格闘派生やってもダウンするだけだった。やったところで変わんねえ。大して変わんないから。裏にタイクスじゃない、ダブルゼータ、うん、が来ることが怖かったから脱いだ瞬間に食らいたくないから、はいはいはい、だったらそのまま継続して当てる方が安全。あ、なるほどね。安定タクト。そうですね、まあ、どっちでもいいってやつ。笑いながらふざけながら言って試合内で大変交渉なんだよね。これは事故だけどこれは事故だ。これは事故だけど最後にこれは事故。これは事故。これは事故。経験に許された高度な試合なんで、事故だけど、これは。ということで、久々の、ヘビーアレックスでした。次回は未定です。はい。ガイア呼んでください。いっぱい再生してもろて。いっぱい来たい。いっぱい来たいじゃねえよ。どうぞ帰って。